消費税ゼロを目指してまずは5だっていうことで、今回ねちょっとまた N 国の話になってしまうんですけど、こちらですね、久保田学部議員が、議員報酬を差し押さえられたというふうなことでございます。で、まあ今現在ね結構ちょっと N 国さんが内ゲバというかごたごたしてはるみたいやし、なんか上杉さんが辞める辞めへんでなんかぐちゃぐちゃやってはるみたいなんですけど、まあそこについては私はまあどうでもええって言ったら失礼かもしれないですけど、あんまり興味がなくて。で、まあ今、二つ、私は N 国について興味があって、まず一つは、いわゆるスラップ裁判ですよね。スラップ裁判の行方。それともう一つが、25歳。25歳以上に被選挙権を与える規定っていうのが憲法違反かどうかっていう裁判がどういうふうに進行していくか、そこについてはちょっと関心を持っておりまして。で、スラップ裁判の方はね、選挙ウォッチャー千代さん、選挙ウォッチャー千代さんっていう人がいらっしゃって、で、まあその人と久保田学議員との、まあ、裁判だったんですね。で、まあ第一審は久保田さん側が負けて、いわゆるスラップ裁判である。まあ相手に、こう、裁判を使って、で、迷惑をかけようとする、まあ悪質な裁判であるという認定がされて、で、78万円ちょっとやったかな。それぐらいの、まあ金額を千代さんの方に払えというふうな判決が出ておりました。で、まあそれに対してね、控訴するっていうふうにおっしゃってたんで、まあそこについてね、どうなるんかなっていうのがすごく気になってて、で、まあとはいえね、もう控訴するのも控訴期間というか、まあその控訴できる期間っていうのが決まってるんで、まあもうそろそろ控訴するんやったらしてるんやろうって思って、ちょっと千代さんのツイッターの方をちょっとざーっと見て、で、まあそこに何もなかったんで。で、次、まあ、一番新しい、ノートって言って、まあ、ブログみたいな感じで、で、まあ、有料のブログにもできるような、そういった感じのシステムがあって、で、その千代さんもノートっていうのを、出されてるんですよね。で、そこに記載があったのが、立川市議の久保田学議員に至っては、立花孝志代表に言われるままに裁判をやって、原告なのに、これ面白いのが、原告なのにですよ。訴えた方やのに、まあ、要は千代さんに、お前のやってることが、何やったっけな、名誉毀損かなんかで訴えてはったと思うんですけど、ちょっとそこ、はっきり忘れてしまったんですけど、千代さんの方を、久保田さん側が訴えて、まあ、要は、久保田さんが千代さんに対して、いくらいくら払いなさいっていう裁判を求めた裁判で、逆に、原告の久保田さんが、千代さん、被告の千代さんに78万5600円を支払えという判決が出てたんですね。で、この行方どうなってたんかなって思ったら、議員報酬が差し押さえされたそうなんですね。で、千代さんのノートをそのまま読むと、早速議員報酬が差し押さえられているのです。N 国党の議員は美味しくない。これもそのうちバレてしまうことでしょうということで、で、差し押さえっていうことは、裁判が確定してないと差し押さえはできないはずなんですよ。っていうのも当然ですよね。その裁判がしっかりちゃんと確定してないのに、こういった議員報酬とかそういった財産を差し押さえられたらたまったもんじゃないですね。次のその控訴審とかでひっくり返って、そしたらその差し押さえたらもうまた戻さなあかんのかっていうふうに、こう非常にこう煩雑になってしまうので、基本的にはその裁判が始まる前とかに、まあ仮差し押さえといって、まあ、このまま裁判をの判決が出る前までに、その金をどっかやっていってしまうとか、財産を勝手に処分されるとか、そういうふうなことがあったらあかんから、仮差し押さえって言って、まあ、一旦、その財産を保留っていうか、そこにキープさせるっていう制度があると思うんですけど、まあ、それはそれですけど、今度差し押さえってなってくると、もう、その財産を相手方に、こう、移転させるっていう話。つまりこの議員報酬っていうお金を千代さんの方に無理やり持っていかれるっていう、
手続きになってくるので、これについては裁判が確定しないとできないはずなので、まあ要は、スラップ訴訟、まあ控訴したけれども確定してしまっている。まあ、控訴でどういう判断が出されたのか、ちょっとわかんないし、まあ、前ちょっと解説したんですけど、まあ、要は、第一審は本気出してなかったから、第二審から本気出します、みたいなことを言ってはったものに対して、どういったね、認定がされたのか、ちょっとわからないんですが、まあ、この、地大さんのノートを見る限りは、地大さんが裁判に勝ったというふうなことで、確定している。というところなんですよね。まあ、なのに、当初がね、NHK の裁判勝った勝ったっていう、まあ、一方ではそういうふうな、YouTube を上げるけれども、こちらについては上げないということで、まあ、以前ね、なんていうかな、編集してたらその変更報道になるんじゃないかっていうご指摘もいただいたんですけれども、そのノーカットの素材を上げてるから、それが全てが真実か全てを言ってるかっていうのはまた別の話だっていうのも、ちょっとここで伝えたいなとちょっと感じました。で、当然僕も僕の都合のいい話しかしてないと思います。で、そういったものしか動画に多分まずそもそも撮ってないと思います。なのでここのね、チャンネルにおいても、僕個人のそのなんていうかな、視点というか、僕個人の変更報道を当然やってます。で、編集とかできるだけしないようにもしてますが、当然やっぱりその素材のチョイスっていうのは僕がしてるわけなので、なのでなんかノーカットで出したら全てが真実っていうのは、それは絶対違うなと、もう配信してても思いますし、まあ他の人も見てても思います。なのでその辺でね、なんかこう YouTube が真実だ、編集せずに素材そのもの全部上げてるのが真実だっていうのは違うよっていうのも、ちょっと、言いたいところでございました。ということでね、ちょっと選挙ウォッチャー地大さんが、まあ、久保田学さんの議員報酬を差し押さえちゃったっていうところから、まあ、考察した動画になっております。ということでね、まあ、こんなところでいろいろ一つ一つ見ていって、世界征服しようにゃん、世界征服しようにゃん、世界征服しようにゃん。ありがとうございました。